クロアチア独立国軍。クロアチア独立国軍は、クロアチア独立国の国軍。1941年に創設。1945年に解体。なお、1941年4月から1943年1月までの総司令官は、スラブ国バテルに。1941年4月に、クロアチア独立国が建国され、同年4月11日。 陸軍総司令官、アウグスト・マリッチの指揮の下、クロアチア共同防衛隊、A、クローション・ホームガード、クロアチア後、ハーバートスコ・ドーモブランストボが編成された。クロアチア共同防衛隊は、ココシダンク、サバ、オシーエク、ボスニア、ブルバス、アドリア海シダンクに分かれた。1941年11月1日、共同防衛隊最初の再編が行われ、 軍は三個軍団、第一軍団、第二軍団、第三軍団に編成された。ちなみに、1941年から1944年までの陸軍総司令官は、ブラディミルラクサ、再編にマリッチと交代、クロアチア軍参謀総長と兼任。経営四個大隊は、ドイツ軍武装親衛隊の制服、気象を採用し、スリエムとスラボニアで、 軍事行動中であったが、1943年4月に、ドイツ武装親衛隊、第七伊勢杉ギ三山岳士団、プリンツオイゲンに、吸収等された。また、同年同月に非ドイツ系のクロアチア人で、編成された、クロアチア第一に、二狙撃兵大隊が同士団に吸収統合された。定数、一万九千人。1943年5月1日、2度目の軍の、 再編成が行われた。強度防衛隊とは全く別組織で、ウスタ社は独自の軍組織を有していた。制服、階級基礎も、強度防衛隊とは全く別個である。強度防衛隊はドイツ軍の軍装に、ウスタ社民兵はイタリア軍の軍装に似ている。ウスタ社民兵はドイツの武装新兵隊に、性格的には近い。なお強度防衛隊と、 ウスタシャ民兵は1944年11月21日を起死して統合され、クロアチア国軍となった。1944年11月21日、アンテパベリッチは軍の再編を行い、強度防衛隊とウスタシャを統合した。この再編により、ウスタシャ出身者が主要ポストを占め、事実上国軍はウスタシャの完全な支配下に置かれた。初代司令官は、 ジュロー・グルイッチ、1945年5月6日まで、参謀総長と兼任。二代目司令官は、ベコスラブル・ブリッチ。1941年4月、クロアチア独立国海軍の初代司令官にジュロー、ヤクチンが任命された、1943年4月以降の司令官は、エドガル・アンゲリ。しかしながら、イタリアが、クロアチア海軍艦艇に制限を課したため、 海軍は少数の小型艦艇しか保有せず、事実上存在しないに等しかった。その後イタリアが降伏、1943年9月すると、ドイツは打破したイタリア海軍艦艇をクロアチアに譲渡し、クロアチア海軍は初めて名実を伴った。そのそっと、以前にイタリアが貸していた50トンという軍艦の排水量、制限も解除された。 このほかクロアチア海軍には20隻の艦艇があり、不説艦キービッツ、旧イタリア海軍、ロンブ EE、水雷艇 TA48、旧オーストリアイコールハンガリー帝国海軍 78T、1913年春高級、ユーゴスラビア軍 T3、1945年2月20日英空軍機により、トリエステで撃沈、武装商船 G.2、G.4、 キロメートル級魚雷艇8隻、うち1艇はパルチザンに投降。また、水雷艇 T7-9 オストリアイコールハンガリー帝国海軍96回、1916年、春光級ユーゴスラビア海軍 T7-1944 年6月25日、ミューター島付近で英海軍の高速魚雷艇659、662、670により、破壊。 キライ補給艇モーザー、1920巡航、イタリア海軍パスマン、1944年12月31日、エスト島付近で座礁、1954年解体があった。河川艦隊は2隻の河川用モニター艦である、ボスナ、旧オーストリアエコール、ハンガリー帝国海軍、ケルシュ、KRS 級ユーゴスラビア海軍モラバ、 1941年4月11日地震、クロアチアによって不要944年6月初来により、沈没、サバ、旧オーストリアイコール、ハンガリー帝国海軍ボドログ級、ユーゴスラビア海軍サバ、1941年4月12日地震、クロアチアによって不要1944年9月9日再地震が力であり、他に6隻のモーターボート、 このうち少なくとも3隻はパルチザンに投稿があった。他に10隻の雑役船があって模様である。1941年4月19日、クロアチア空軍、ズラコプロフストボ NDH が創設され、ブラディ・ミルクレンがその司令官に任命された。1943年9月14日から1944年6月4日までは、A、ラグレー大佐が司令官。 同年、第1第3航空軍は編成され、6月、戦利品である60機のユーゴスラビア機が譲渡された。1941年末までに空軍には4個、軍、12個飛行隊、95機、1942年末までには160機が存在した。クロアチア空軍は、独ソ戦に参加し、タイパルチザン戦を支援した。 その後1943年9月1日までに、クロアチア空軍は228機を保有した。しかし1943年中に空軍は56機を失い、飛行士たちの中には沿線感情が広まった。さらに1944年夏には空軍から脱走が相次ぎ壊滅状態となってしまった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。